はい、こんにちは。ですね、今日は、肥料散布機ですね、トラクターのフロントにですね設置して、トラクターで走りながら、肥料をですね散布する機械を、某オークションでちょっと落札しまして購入しました。ほんの近所から出ていたので車でね15分ぐらいね、のところの、まあ、ちょっとくず鉄屋さんというかねそういった方がね、出品していられました。こちら、まあ、メーカーはね、大正さんですね。で、名称がニューグランドソア FP304、現行はねこの304とかっていうもうカタログ中してるんですね。で、まあ、なんとかなんとかの140とか170とかそういった名称のものが現行機のようです。で、どこが違うのかなっていうふうにねこう今ねよく考えていたんですけども、現行機はねこのホッパーが、このシャフトをかき出す部分から上がこう外れるんですね。で上のホッパーを外して、この中を清掃するっていうタイプが現行機のようです。でこちらの304というのは、もうシャフトから上は分解できなくて、下のねこのフラップというか、まあ、落とし口をね、ロックを解除して外して、ここを清掃するという機構のようです。で2台ね両方ちょっとね出品されてたんですけども、上の方をねこう持つ現行機ちょっとなんか重くて清掃しづらいかなと思ったので、私はこちらの下がこう開くタイプね、あこっちの方がいいのかなと思ってこっちを落札しました。でもこちらの方がね、ちょっと古い旧式ということでちょっとがっかりしたんですけど、まあでもね、これもそれで動作未確認ということの出品だったんですけども、動作、家にね、持って帰ってきて調べたところ特に問題はなく動作はしっかり動いてます。それでですね、ここにね、ちょっとなんていうのこのシールというかこのあれが貼ってあるんですけど H の10のスラッシュ4ということで、平成10年の4月に多分これ購入されたんでしょうね。1998年だね。ということで、約ね21年前の機械のようです。今年は、2019年ですんでね、私は、21年ね遅れて、こちらの機械を今度手にすることができた、兼業農家です。今まではね、散布機を肩に担いで、肥料をまいてたんですけど、ちょっとね、まく肥料も変えてみたりして、重労働になってきたので、こちらの機械で、ちょっと散布してみようかなということで、手に入れました。でね欠品は特にないです。今これも外してありますけど、このね下のホース、落とし口の方も割れとか欠品はないです。バーもちゃんとありますし、中に入れるための時の、腰編みというかね塊を取るためのこういう、これは新品ですね、一度も使ってないんじゃないですかね。これも中に入ってました。でねちょっと一つ驚いたのがね、家に持って帰ってきて、このスイッチコードをね、よくよく見たらですね、こちらのね
この100ボルトのね、高電源プラグ、これがコードをつながってたので、おやおやと思ったんですけれども、モーターの方はちゃんと、12ボルトとなってます。で、バッテリーで、動かしてみて、一応問題なかったので、以前の方は、この家庭用のねプラグとコンセントで、こう引き離したりね繋いだりする、ように使ってたみたいです。まあこれはちょっともういらなくなったんでこれは処分ですけども、はい、ということで、あとね、蓋はね、ちょっと外して、現行、あ、こちらはねオレンジだったんですけど、ちょっとね農作業楽しくするのにですね、これも裏側なんでちょっと粗く塗ってあるんですけども、塗ってあるんですけど蛍光グリーンをね、塗ってみました。現行機の方もだいたいこんなグリーンみたいな塗装がしてあるので、現行機の真似をして、ちょっと塗装してあります。で、まあ汚れを落としてね、亜鉛塗料をちょっと塗って、サフェーサー拭いて、で蛍光塗料を1缶拭いて、ちょっとなかなか蛍光塗料ってまだらになってね、なんか綺麗に色が出ないので、もう1缶蛍光塗料のスプレー缶、ちょっと購入して、スプレーその上から、透明クリア今拭いてあるんですけど、合計、1,2,3,4,5 本かな塗料を買って、その塗料代の方が、この機械よりも、高くつきました。はい。これ以上はね、あとお金かけないつもりなのでいいんですけども、はい、そんな感じです。で、こちらのね、動作の方なんですけれども、全く問題ないんですけれども、どういう風な機構でね、これが動くのか私も全然ちょっとね分からなかったんですけども、電源入れてシャッター、電源入れて、こちらですねリモコンね、電源を入れると、スイッチね、はい、当然赤いランプがつきます。あとここにシャッターって書いてあるんですけど、この開閉で、開が運転開始、閉が停止という意味ですね。シャッター開閉は、運転開始停止という意味ですね。で、これをじゃあちょっと入れてみます。こうちょっと、はい、じゃあ入れてみます。はい、一瞬ちょっとね逆回転をした後に、正常回転で、このスプロケットが回って、ここを書き出してるわけですね。で、上のこの触れてるのは、この中にですね、このバンがあるんですけど、これがこう動いて、小石灰とかそういった細かいね、ものがですね、ここでブリッジ効果でこう固まって下に落ちていかないのを防ぐために、こう崩すためにこのバンが触れてるんですね。この中にもう一本シャフトがあって、こうバーがこう動いて、これが上がり下がりしてるんですね。はい、この中にですね、下のゴムの覆われているシャフトですね、それと上のこのシャフト、これがこうちょっとこう動いて、この板をこう動かすわけですね。で、ブリッジ効果のブリッジにこうなった粉体とかのものをですね、崩して供給する形になってます。はい、こちらの方もね特に全くね、問題はないです。で、ここのその引っ張りのバネも2本ついてるんですけども、私は小石灰を、巻かないので、1本はもう外しました。ここのカムがね割とこうちょっと減ってきてるんで、
まあ、あまりテンションをかけない方がいい、負荷をかけない方がいいかなということで、もう1本は外しました。はい、今ねちょっと止まったりするのはね、私がここのコードを踏んだので、バッテリーからのねこれが外れたので止まったわけですね。よいしょ。よし、はい、はい、でこれ一回止めるとですね、はい、逆回転をして、この大きなレバーというか板が左側にこう来て停止です。この金属のつながっているところがちょっと暗いんであれですけど、このプレートから来ているのがここのシャフトになります。でこのシャフトはどこに行ってるかというと、ここの調整のレバー、ここ、これ、まあ、ここはね、任意に、自分で落とし量をこう決めるわけですけども、これを全体的にこう動かして、下のシャッターを停止をかけた時は止めて、ここが閉まります。運転をかけるとね、先ほどのレバーが動いて、ここが開いて、設定している量のところに開くっていうか、そんな感じですね。ちょっとまた運転かけてみます。はい、今半回ですね。でこれを停止かけると、はい、このようにここのシャッター口が閉まって、ここからこぼれることがなくね、停止して、止められるという構造になってますね。よく考えられてますよね。まあね、ここにね、リレー関係がこうついてるので、晴天、それから、停止の時の逆転というか、運転開始と停止の時の 逆回転とかね、そういったものをこう簡単に制御をかけているようですね。なので、このコード、これ4本線です。ということでね、まあこれがなくても、まあ結んで ね運転はできるんでしょうけど、一応これがあった方がねやっぱりいいんでしょうね。これと同じもう一台あった1700っていうシリーズの方は、まあ、現行機タイプの方ですけど、このスイッチボックスが付属していなかったので、まあ、その理由もあって私はこちらの方の機械を選んだんですけども、特に正常に動作するので、はい、この機械で十分だと思います。はい、まあ来年、今12月ですので、来年の春から、この機械を使って、肥料散布の省力化を図りたいと思います。はい、以上です。